与一は先生の指示通り的確に馬を追う。人馬一体となった実にリズミカルな動きだ。古川の調教師や厩務員から与一は父与一に似てきたと言われるようになった。いや、なんか忘れっぽいとこはよく似てるみたいですもう大体競馬学校の時はね、こういう期末試験みたいなのがあるんですけど、そういう時になると必ずなんかしでかしてましたね、手綱離しちゃったりとかうまくいったのはあんまなかったですね。普段通りに行けたっていうのはあんまなかったです。本番に弱いって呼ばれてましたね。そうですか。ユイチ、フラ間違えるなよ。ユイチ頑張って。日本だけじゃなくて、どこ行っても通用できるぐらいの騎乗技術と信頼を持った騎手になることが夢ですね。大変長らくお待たせいたしました。第59回の G1 桜花賞出走馬本馬場への登場でございます。芝コースの 1600m 18頭です。出走馬1番ワンダーガール444キロでマイナス2キロ加藤和弘55キロです。2番萩野スプレンダー446キロプラス2キロ熊沢重文55キロ。3番ビューティーグロー424キロマイナス10キロ後藤博樹55キロ。4番ホルナリーナ468キロマイナス2キロ角田光一55キロ。5番タヤスブルーム430キロマイナス6キロ藤田真嗣55キロ。6番ゴッドインチーフ436キロマイナス4キロ川内博士55キロ。7番カシノリファール444キロ変わりません C 博文55キロ。8番スティンガー448キロプラス4キロ岡部幸男55キロ。9番ステファニーちゃん412キロマイナス2キロ田中勝春55キロ。10番スタートマーチ424キロマイナス4キロ柴田義富55キロ。11番梅野ファイバー416キロマイナス4キロ海老名正義55キロ。12番エイシンルーデンス450キロプラス4キロ野本明義55キロ。13番ゴーデンベル408キロマイナス10キロ松永美希夫55キロ。14番フリモディーネ484キロプラス4キロ福永雄一55キロ。15番クリムゾンクローバー476キロマイナス2キロ高橋亮55キロ。16番トゥザービクトリー474キロマイナス4キロ三幸秀明55キロ。17番最地エアデール426キロマイナス2キロ武豊55キロ。18番アドマイヤゴールド450キロマイナス12キロ横山典弘55キロです。第59回桜花賞は以上の18頭によって行われます。発走は3時40分の予定です。クラシック第1弾第59回の桜花賞です。芝コースの 1600m18 頭立てゲートインが順調。昨日の雨風とは打って変わりました快晴の阪神競馬場、桜の花も桜花賞を待ってくれました。ゲートインが進みます。ゴッドインチーフそしてスティンガー順調です。エイシンルーデンスプリモディーネトゥザビクトリー最地エアデールがこれから向かいます。収まりまして体制完了しました桜花賞。
タートしました。ちょっとスティンガー出遅れました。スティンガー出遅れました。先行争いはエイシンルーデンス、いいスタートを切りまして第2コーナーカーブへ向かいます。わずかにリードを取りました。2番手争い混戦状態から最内を回ってハギノスプレンダーがってきた。中をついてはビューティーグロー、その圏内に外をついてはトゥザビクトリーが果敢に飛ばして2番手に上がる勢いになりました。 4,5 番手の圏内はタヤスブルーム外目、そして内を回ったワンダーガール、半馬審査がついてスカファニーちゃんが追走、そして1馬審査2頭は内を回ってはホンラリーナ、その外を回って上のファイバーの2頭、後方から1馬審査3頭1番ですが内を回ってカジノリファール、その外を回ってはゴーデンベル、大外を回ってフサシアデール、中段の後ろ遅れで2馬審査、スインガーやや後方集団、半馬審査がついてプリボディでも後方からあと2馬審ぐらいさ、ゴッドインチーフこれも後方追走しています。各馬勝負どころ3コーナーのカーブへ向かいます。あとは3頭1段クリモゾンクローバー、そしてその外を回ってスタートマーチ、半馬審査でアドマイアゴールド、後方集団も固まって各馬3、4コーナー中間地点で早くも入ってまいりました。先頭はエイシンルーデン先頭だ、溜めているエイシンルーデン先頭で第4コーナーカーブの手前、そして2番手争いですが並んできた、外をついてトゥザビクトリーに並んでくる、2頭リードは1馬身ぐらい、そして3番手争いはタヤスブルーム接近だ、タヤスブルーム接近、4枠各馬懸命に傘を詰めて懸命にゴッドインチーフも上がってきた、400の標識通過、第4コーナーから直線構成、先頭はトゥザビクトリー先頭、トゥザビクトリーが先頭に変わってきた、2番手争いはバボの真ん中、フサイチアデールが突っ込んできた、フサイチアデール、その外からは懸命にプリモディーネ、ゴッドインチーフ追い込みの各馬が突っ込んでくる、トゥザビクトリーをめぐって今度は外からはプリモディーネ来た、一気にプリモディーネ、フサイチアデール2番手に上がってきた、プリモディーネ、プリモディーネ快勝だ、ゴールイン、プリモディーネ、プリモビディーネ鮮やかに差し切り勝ち、大賀賞プリモディーネ福永雄一やりました。プリモディーネ福永雄一です。落ち着いた騎乗で鮮やかな勝利、溜めて溜めて最後の追い出しをかけました、福永雄一鮮やかな騎乗です。場内から大歓声が上がります。14番のプリモディーネ、溜めて溜めて最後の直線にかけました。そして17番サイチアデール、これも直線鋭い足を見せましたけれども、その外からプリモディーネの差し足決まりました。ゴッドインチーフ直線馬場の真ん中あたり、最後伸びきれませんでした。鮮やかな勝利、ガッツポーズの福永雄一、一馬身半のリードがあります。タッチタイム1分35秒後、ゴールまで 800m48 秒後、 600m は36秒6でございました。初 G1、 そしてクラシック、そうですね、本当いい間に巡り合えてよかったです。クラシックジョッキーです。そうですね、信じられないですけど、親子制覇、ああそうですね、まあ親父たくさん勝ってますから、誰に最初に知らせましょう。そうですね、まあやっぱり親に、あとやっぱり師匠に報告したいです。やったね、はい、レースちょっと振り返ってください。後ろからのレースでしたね。そうですね、もうあまり何も余計なこと考えずにね行こうと思ってたんで、まあ流れでああいう位置になってしまったんでね。4コーナーでもまだ比較的後ろの方だと思ったんですが。そうですね、まあ手応えはそんなに良くなかったんですけど、まあ、最後は外に出そうと思ってたんで、まあ、直線浮いた時にはまだフサイチがかなり前の方にいたんじゃないですか。そうですね、まあ、それよりもトゥーザビクトリーの方が、まあ、見えてたんで、まあ、けど思ってた以上にいい足使ってくれました。どこで勝利を確認しました。いやもうトゥーザビクトリー捕まえた時にね、まあ、もう後ろから来る馬はいないだろうと思ってたんで。素晴らしい勝利でした。ファンの方に一言。本当にたくさんの方に、ね、応援してもらってたんで、やっといい結果出せて本当良かったです。ありがとうございました。おめでとうございました。ありがとうございます。すごくね、もうデビュー当時から皆さんに応援していただいてね、本当に G1 まだかまだかっていうような感じだったんですけど、やっと皆さんの期待に応えることができて本当に良かったです。またこれからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。まだ残っています。今エーシンプレストンが収まります。エーシンプレストン収まりまして体制完了したようです。台が入ります。スタートしました。
ちょっとばらついたスタートになりました。さあ先行争いですが、エイシンブレストンは中段の務めから追走していきました。そして2番手にし早くも全能エリシード取り付いてまいりました。全能エリシード先頭に立った2番手から先頭を伺う勢いになりました。先頭に立ったのはわずかにチャーミングシティです。リードを2馬身ぐらい取りました。全能エリシード2番手の位置、そして1馬身差がついて3番手にはチャイナビットが追走、半馬身差がついてホービトゥンアップルが4番手にしなりました。そして5番手レッドサン香港の馬が追走して、その後中段グループ3頭1番ですが、その後の圏内務めからエイシンブレストンが追走して、エイシンプレストは現在78番手、外目から追走、先頭までは7馬身ぐらいです。2番手にし半馬身差に詰めていきました。全能エリシードペリエ騎士です。半馬身から首ぐらいの差に詰めていきましたが、チャーミングシティ先頭、リードが半馬身で 3,4 コーナー中間地点へと入ってまいりました。先頭はチャーミングシティ、そして2番手には全能エリシードペリエ、ぴったりとマークしています。そして3番手の水は2頭並んでいるが、外からホービルンアップルが上がってきた。ホービルンアップルアメリカの馬、そして4番手にしインコースを回っては UAE のチャイナビートが追走しています。その後も後方集団、まだ後方集団、ちょっとエイシンプレストンは苦しい展開になりました。大外へ持ち出していきました。さあ並んできた全能エリソン、並んで第4コーナーから直線コースを向いた。さあ全能エリソン捉えるか、しかしその差はまだリードが半、前の馬はリードが半端しぐらいある。同じような足になった、ちょっと苦しいか。先頭争いは、先頭はチャーミングシティ先頭だ。 200m 通過した。さあ2番手、外からエイシンプレストン、外から来た来た、エイシンプレストン一気に差し切った。先頭はエイシンプレストン、またやったまたやった。エイシンプレストンリードを2馬身から3馬身完成上がって終わり。またやった日本の馬、またやった。2番手には外から直線ではエレクトロニックユニコーンが上がってきたようですが、どうでしょうか。またまた日本の馬、人気の全能エルシドではありません。単勝では24倍というオッズになっていました。しかしエイシンプレストン福永騎手落ち着いていました。直線外へ持ち出してゴール前リードを3馬しないと思ったの入線です。 Let's head over to him now. Thanks very much, Clint Yuichi. That was just a wonderful, wonderful finish. 素晴らしいゴール前でしたね。ありがとうございます。 It's a surprise for you? これはあなたにとっても驚きですか？ You didn't expect the horse to quicken that much? 勝つと思いましたか？あんなに速くさせると思いましたか？ You didn't expect the horse to be so good? こんなに自分の強いが上手いと、あの強いと思ってましたか？ I think you need to go and see the crowd because that was a devastating performance. Very well done. お客様見てください。こんなに喜んでますよ。大変いい仕事をされましたね。Yuichi Fukunaga, as I said before, he etches his name in the record books here as the Japanese are doing. Poor old Mark, it's hard giving an interview down there, isn't it? これで福永雄一というジョッキーの名前がですね、香港のレコードブックにも載ることになりましたということを今ね、最後に、アナウンサーの方がおっしゃってましたね。はい、でも体いっぱいに喜びを表していらっしゃる福永雄一騎手ですね。